喜んでますけど、あ、いよいよ、いよいよこの大会の一つのお目当てです ね、はい、女子の方では、はい、今日はアレン選手がもう一つという伸び悩んだ得点でした。渡辺恵美さんがどういう点を出しますか。はい、マダムバタフライ、そしてイエローリバーコンチェルトです。動きいいみたいですね。いいですか、はい、スタートは。さあ、最初にダブルアクセルからのコンビネーションで入ります。素晴らしい、決まりましたね。いいですね、はい、一つの見せ場、はい、決めました。世界選手権でショートプログラムは2位に入ったんですね。そうですね、はい、これもいいです。ダブルアクセルも決まりました。もうあとは一安心というところでしょうね。そうですか、はいはい、20歳になりました。アメリカのプラチアム、そして東ドイツのペッチとともにメダル候補です。そうですね、今日は非常に動きが軽やかですね。いいですね、はい、この間重い目みたいな感じがしたんですけど、減量がうまくいったんですね。もうこのジャンプは大丈夫でしょう。軽いですね、軽いですね。もうニコニコ側で滑ってます。余裕ありますね。良かったですね。まとめました。どうやらこれでトップに立ちそうな感じですね。そうですね、もうこの後にはあんまりいい選手出てきませんから。そうですね、大丈夫でしょう。あ、パシーコーチですね。そうですね、はい、喜んでますね。もちろん明日のフリーで優勝を争うということになるんですけども、はい、今日はあの女子の選手がもう一つ伸び悩んでますから、はい、そうですね、文句なしの得点かなという感じがしますね。また彼女順番の運も良かったです今日は。あ、そうですか、争ってる人たちが全部前にやってますからね。そうですね、彼女一番最後に来てますから、まあ、出来も良かったです今日は。本当です、すごく良かったです。まだあの先日 の、 あのイギリスのロータリーウォッチの国際大会ですね、はいはい、これから帰ってきて間がないのに、ねえ、そうですね、疲れをほとんど感じさせませんでしたね。若さでしょうか。なんとなく不安げな感じですね。本当ですね。あ、エミが出ましたよ。エミさんのエミが出ないんですか。5.2 がいるんですけども 5.6 が出てますもんね。そうですね、まあ、大丈夫でしょう。そうですね、はい、現在までのところドリアネさん、あるいはリサマリアさん、ね、そうアレンですね、はい、あの選手抜いています。さあこの後の今度は音楽の調和、あるいはスケーティング、すべてをひっくるめた、はい、まあ、芸術的な印象と申しましょうか。そうですね、芸術線の方どうでしょうか。まあ、これは大丈夫でしょう。いい点出ますでしょう。そうでしょうね、はい、今日は非常に綺麗にまとめてますからね、滑りも良かったですしね。そうですね、はい、プレゼンテーション 5.6、うん、大丈夫ですね。そうですね、はい、5.6 がもうすでに3人になってますね、はい、どうやらいい点でした。 5.8 が出てます。あ、 5.8、ね、ついにトップに立ちました。日本の渡辺恵美さんが女子シングルショートプログラムを終わってトップに立っています。イタリアのスーザン・ドリアーノさん、そして第3位